目最近老けたねって言われない？老けて見えるのは体内の老化が原因なんです。内臓脂肪がつくと気づかぬうちに体内老化が加速、動脈硬化を起こしやすいメタボリックシンドロームに。だからメタボリックシンドロームは予防と早期発見がとっても大事。そうなる前に体を知ろう。40歳を過ぎたら年に一度は特定健診。いつまでも若々しく健康でいよう。